こんにちは、増渕幸男です。今日は茨城県鉾田市にある直売所サングリーン朝日さんにやってまいりました。そしてですね、今日はなんとスペシャルゲストが来ているということで、ではよろしくお願いします。こんにちは、歌って踊る大食いアイドル、まえまえキュンキュン、まえずことまえなつきです。はい、今日は2月17日発売のザ・輝ける乙女心の鍵の宣伝ができるということでやってきました。ありがとう。やっと来てくれたと思ったら告知。そう、乙女心の鍵ザ・輝けるバックストカンダ1丁目、2月17日発売になりました。ちょっときついな、入りから。もう帰っても大丈夫。もういや、ちょっと今日の仕事済んだ。やっと来てくれてありがとうございます。嬉しい、やっと呼んでくれた。あ、でももう今日の仕事終わったけど。終わってないから、終わってないから。ついでに茨城の美味しいものを食べて帰りたい。うん、まあでも実はあの今日私も何を食べるかを聞いてないんですよ。そういつもデカ盛りをね、茨城のデカ盛りを食べてるんだけど、ちょっと今日聞いてなくて。何食べるんですか。茨城食材デカ盛りクッキング&大食いスペシャル。クッキング、え、嘘。茨城食材デカ盛りクッキング&大食いスペシャル。今回はただ食べるのではなく、親友の2人がお互いのためにメニューを考え、食材選びからデカ盛りクッキング、そして食べ合います。やばい、ちょっと私料理できない。嘘。え、でもあの何回もさっちゃんのお家遊びに行って、うん、ね、お母さんめっちゃお料理うまいやん。そう、私お母さんのおかげで大食いになったって言ってるぐらいだから、すごいお母さんは料理うまいんだけど、でもあれだよね、モエアズは料理得意だよね。お料理教室通って、ね、そうだよね、作ったりもするから、ね、いやでもな、どうだろう、茨城の食材で、ね、食材よね。ね、茨城って何が有名だっけ。納豆とかしか思いつかないけど。おお、え、なんか来た。あ、あー、なるほどね、これを使ってっていう茨城県の特産物、今が 冬の旬のものとかを書いてあるリストをもらったんで。あ、ちなみに旬のお野菜は生産量全国1位のレンコン、そして全国2位の白菜、そして全国3位のかぼちゃ。すごいね。レンコンは茨城一番作ってるんだ、すごい。本当になんか茨城って名産物がすごいあるから、それとかもね、見てもらって。すごい、楽しみ。では早速買い出しに行きましょう。うん、知ってきます。行こう。寒い寒いよそれ。今回買い物にやってきたのは鉾田市にある JA 茨城朝日村特産直売所サングリーン朝日。生産者の愛情がたっぷり注がれた野菜や特産品などを数多く揃える県内有数の直売所です。私はちょっと茨城の食材そのものを生かした料理を作ろうかと思います。幸男さんはもえあずさんに茨城の美味しい食材そのものの味を楽しんでもらいたいようです。さっちゃんがそんなにお野菜普段食べてない感じがするんで、さっちゃんでも食べたいと思うようなお野菜もいっぱい使って お魚も使って作りたいと思います。もえあずさんは茨城県の豊富な食材をふんだんに使い、幸男さんの健康も考えた料理を作ろうとしているようです。それでは食材選びスタート。野菜が安すぎる。これ見て、人参1キロ70円。嘘でしょ。私はまあじゃあ6キロ食べるから、これ6個買っても420円。ちょっと楽しいな。まず白菜、白菜を買います。全部ね、ちゃんと茨城産だからこれにします。うわ、重い。え、重いのに150円。嘘でしょ。よし、これにします。こんな立派なおネギが3本も入って120円。すごい、すごい。でもこれ絶対使いたい。これ絶対焼いただけで美味しいな。普通に買って帰りたいな、お野菜。お家のお家用に春菊に。あー、これもお鍋に欠かせない。すごい、これも全部茨城
秋さんだ。ここに、あ、気づいてなかった。あっちにあんなにあった。すごーい、すごーい。あっちだけだと思ったらまだまだこっちにお野菜あった。すごーい、すごい、ちょすごいテンション上がっちゃった。実は私あの野菜ソムリエの資格持ってるくらいお野菜大好きでテンション上がります。あった、お肉。あ、これはローズポークですね。いやもうね、だいぶローズポークに私もお世話になってるんで本当に美味しいんで、ちょっとこれやっぱ食べてもらいたいなと思います。順調に食材を選んでいく2人。茨城県産の新鮮な野菜にテンションが上がりっぱなしです。買い物を終えた幸代さん、何か気になるものがあった様子。特産品を使ったメニューがいっぱい。すいません、ごめんなさい、はい、まだメロンってあります。メロンあります。じゃあメロン、メロン、はい、お願いします。ここの直売、うわ、大きい、ありがとうございます。すごい、綺麗、色が。これも茨城のメロン使って、うわ最高ですね。じゃあいただきます。いただきます。やっぱり食べずにはいられない。うん、うわ、めちゃくちゃ濃厚。なんかメロンを食べてるみたいです。ソフトクリームを食べてるのに味はもう本当にメロンなんですよ。へえ、めっちゃ美味しい。濃厚ですね。あ、しかも甘さも控えめなんで、これならね50本ぐらい食べれる。うん、美味しい。へえ、やっぱ私もまだまだ知らないような名産物がたくさんありますね。そう、日本で一番生産量の多いレンコン。これは絶対使おう。食物繊維もたっぷりだし、美容にもうめちゃくちゃ組んで、1月だし見通しが良くなるみたいな縁起のものでもあるんで、ちょっとこれを使いたいと思います。もやずさんも無事に買い物終了。いや、いっぱい買えた。食材ってか、さっちゃんの白菜しか持ってなくない？いや、あります。なんか食べてるし、ほら、ちゃんと私は白菜と、まあ内緒その他と、アイスを買いました。ほとんどアイス、アイスずるい。何人も、でもお野菜もお肉もねえ、しょ、もやずはだいぶ買ったね。いや、楽しみだわ、もやずのが。え、でも、あと、なんかやっぱせっかくだから、なんかお魚の、ね、あー、そうだね、茨城の海鮮はね。来る時にちょっと海が見えたんやけど、なんか市場とかありますか？あー、市場、じゃあ市場で、ね、じゃあ海鮮系も買いに行きますか。行きたい。よし、行きましょう。ということで、続いて2人がやってきたのは大洗漁港目の前にある大洗海山直販センター生き生き。新鮮な魚介類や干物などの加工品はもちろん、焼き物や汁物など海の幸をその場でも堪能することができます。こんにちは。はい、どうも、いらっしゃいませ。お願いします。お願いします。はい、今の旬のものって何ですか？ですね、茨城で有名なのはやっぱ冬なんで、まあ、あんこ。あんこ、こちらに並んでるんですけど、見ていいんですか？いいですか？はい、まあ、見てください。わあ、あんこ大好き。あー、わー、結構うさいぐ綺麗な茨城の動物を。はい、でもあんこめっちゃ好き。あんこ、はい、まあ、あんこ鍋、あんこ汁が有名なんで、ね、あー、そうで、あんこ鍋ほんと最高。あとあん肝なんかも食えるんで。あん肝、はい、あん肝いいじゃん、最高じゃん。ですね、あと茨城はヒラメが有名なんで、ヒラメあちらにあるんですけど。あ、すごい、え、大きい。はい、はい、こっちが。おー、あー、うわ、あ、きれい。似てる？違うよ。似てんね。違う。まあ、鍋だったら こちらのカワハギ。ああ、カワハギ。いいね、最高。はい、あとはそう、煮物でキンメ、マドリなんかが。いっぱい、本当に。最高。すごい。結構。しかも本当お安いですね。はい。ね、はい、ちょっと調達。はい、お願いします。させてください。ゆっくりご覧ください。はい、ありがとうございます。おすすめの旬の魚を聞いて、店内を見て歩く2人。ハマグリもめっちゃ立派だ。ハマグリやっぱ
茨城のなんか名産らしいからハマグリも欲しいな。じゃあちょっとこれを見た感じで地元のおすすめのハマグリとお兄さんおすすめのヒラメとやっぱ彩りのためにエビとを使いたいと思います。決まった。買うものが決まった萌えあずさん。一方その頃幸代さんは、あ、見てこれ串焼き最高。これは今ここで食べれるんですか。はい、はい、もう目の前で焼くんでね。よろしかったらじゃあお願いします。はい、じゃあこっからここまで全部とりあえず焼いてもらって、はい、すいません。お願いします。分かりました。え、牡蠣も焼ける。牡蠣も焼けます。生で。はい、生食です。え、じゃあ生でちょっとこれもお願いします。はい、じゃあ剥いちゃって。はい。うわぁ、牡蠣、はい、ありがとうございます。よろしかったら、ね、味コンとかあるんでね。はい、使ってみてください。うわ、もう見てこの新鮮な、ね、輝い、わかりますか、こっちオーロラみたいになってる。きれい。じゃあ牡蠣いただきます。すぎる。あ、食べ物の誘惑に勝てず買い物を忘れてしまった様子。さて何買ってるかな。ちゃんと買い物したのかな。あれあれ、何やってんの。おちょっとずるい。ずるい。買い物したん。 ありがとうございます。ねえ料理のやつ買った。うん、また食べてる。ずるい。食べたい。ここほぼ食べてしかないけど申し訳ないけど。ずるい。いいなー、あんこう汁食べたい。すごい。すごい。おいしいよ。大きいお鍋。わー、すごい。いい香り。大きい。え、この鍋ごと食べたいな。ね、いけそうだね、これなら。あんこうの肝入ってる。入ってます。やったー。最高。これ超温まるやつじゃん。こんな美味しいの食べたらな、作れなくなっちゃうな。いただきます。美味しい。すごい。これあんこう出汁なのかな。お出汁めっちゃ出てるし。超美味しい。全然あのさ、魚出汁だけど全く臭みがない。なんだ、お野菜の甘みも。ね、わあ最高。あ、この若干肝の風味が、ね、あんこうのコラーゲンの塊、最高ですよ。あ、ありがとうございます。すごい。あんこう汁にハマグリにテンションが上がり続けます。ありがとうございます。ありがとうございます。大ハマグリ、めちゃくちゃ大きい。ちょっとあれ、これもうこのまんまいけますよね。はい、すごい。はい、え、見てこんな大きいの。自己満のために食べてるんじゃない。もういいよ。あ、すごい大きい。あ、これはもうほんとプリ、身がさ新鮮すぎて、もうちょっとこれこのまんま、いただきます。いただきます。うん、おいしい。うまっすぎる。めちゃくちゃもう身が大きいかな。ね、歯応えがちょうどよくて最高。噛めば噛むほど旨味が出てくる。日本酒欲しい。うん、いいね。ね、ここに入れて飲みたい。飲みたい。案の定と言いますか、クッキングを前に食べ続ける2人。そして食べ終わっちゃった。せーの、ペロリ。はい、ということで買い出しが終わりました。買えた。本当に。なんかさっちゃんさっきから何回見ても食べてるしかなかったし、買ってる感じなかったけど、まああなたの見てないところで本当たんまり買いましたので。本当に。で、何より私は茨城の食材をその場で食べて美味しさをやっぱ伝えるっていうね、お仕事をずっとしてるので。なんか違う気がするけど。いやいやいや、食い意地が張ってたとかそんなんじゃ全然ないから。なんか食い意地張ってただけかなと思ったけど、まあ一回、まあ
期待してる、ね、でどうでした茨城の本当に美味しいものが全部揃ってるって感じ。そうなんかね、何食べても美味しい。そうなの、茨城って本当に全部が有名なんじゃないかってぐらい、うん、全部が美味しいから、うんうん、まあ、だからねちょっと悩むんですよね、うん、じゃあ早速料理を開始したいと思います。はい、いよいよ次回はクッキングスタジオに場所を移し、茨城食材で料理開始。あ、まあ、全然お水が足りない。私あれ完全やばい方の部類に入るな。あ、こっちのこと忘れてた。永遠にやってた。果たして無事に料理が完成しペロリできるのでしょうか。さっちゃんが喜んでくれますように。一番うまいかもしれない。クッキング編に続く。乙女心にある扉の鍵を Yes Break It。 五角の下で乙女心という弱虫なら You can back up。 もう一度